岐阜県立議難工業高等学校。岐阜県立議難工業高等学校は、岐阜県岐阜市本庄にある、県立工業高等学校。議難校、議難の愛称で親しまれている。就職希望生徒と進学希望生徒の割合は、8、2ほどである。就職では、就職希望生徒の就職率が100%と、安定している。就職先は、 県内企業が8割を占めている。イビデンや山崎マザックなどの大手企業や地元中小企業へ自分の専門性を活かして就職している。県外企業では、電装愛新世紀などのトヨタ関連の会社や、JR 東海や名古屋鉄道などの鉄道関連会社、中部電力や東エネックなどの電力会社に就職する生徒がいる。 進学先は4年生大学と専門学校が大半で、それぞれ約半分ずつを占めている。進学区域は、主に岐阜や地理的に近い愛知県の私立の工業大学、各種専門学校等へ進学する。資格取得の向上を図るため、各資格を取得するたびに点数を加算していく、検証制度を設けている。点数が高いほど、 就職や進学に有利で一定の点数を取得すると症状が授与される。金賞20点以上、銀賞15点以上、銅賞10点以上の3種類がある。学校周辺の清掃活動を年に数回実施している。清掃活動には他に各クラスの委員、運動警部活動、生徒有志が参加している。 年に一度、JR の高架下の清掃も行っている。一年生の授業で、美術と書道の選択授業が実施されている。三年生には、英語、物理、工業科目などから2科目、体育の時間に、バドミントン、卓球、バスケットボールなどから1競技選べることが来る、選択授業を実施している。技南工業という名称だが、技南町ではなく、岐阜市にある。 岐阜工業高校は、岐阜と関しているが、岐阜市ではなく笠松町にあり、岐阜工業高校よりも岐南工業高校が北にあるなど、この界隈の学校の名称は複雑になっている。現在地移転の際、岐阜市一い市場の岐阜メモリアルセンター、臨時駐車場の土地に移転する話があったが、現在地周辺の施設建設に伴い、現在地に移転した。岐阜市内に、 同じ読み方をする宜南工業という企業が存在する。県内唯一の NHK 学園の協力校でもある。部活動がとても活発で、運動系、文化系の多くの部が全国大会に進出している。一年生は入学時に全員加入することになっている。自転車競技部、バレーボール部、レスリング部などが活発で、 インターハイや全国高校総体に出場する部が多い。自転車競技部は全国高校総体自転車競技部門の総合優勝が6回、チームパーシュート 4km 団体ツイ抜け競争17回優勝と全国レベルの成績を残す競合として知られる。2010年度の全国高校総体沖縄大会で10年振りの総合優勝を達成した。 文化系部活動は写真部、書道部、吹奏楽部の活動が活発な中、その他の部は実際にあまり活動しておらず、2010年以降科学部、美術部が廃部するなど衰退も狙い得る。研究会は資格を多く取ることができるということから多くの生徒が在籍する。在籍している都が以外の都がの研究会に入ることはできない。 50音順毎年6月に行われる。前半はバレーボールを行い、後半は綱引きやリレー競技などの競技形式で行う。2016年度現在、土木家が14年連続優勝という記録を更新し続けている。綱引きの土木家対教師選抜が大会の恒例行事となっている。毎年11月に行われる。3年に一度学校祭として行われ。 次回は2019年に開催される予定。文化祭は、クラスの出し物、主に展示や映像作品の発表など、や、文化系部活動の展示、パフォーマンス、演劇、映像作品の上映などなどから、最も完成度の高いものには、自ンコングランプリが進定される。最近では、ものづくり体験や、ステージイベントの催し物が多くなった。 毎年12月に2年生が沖縄に行く。那覇市の国際通り、ウ海水族館、沖縄平和記念資料館などの見学をし、沖縄の文化や沖縄戦のことを学ぶ。現在は九州に変更になった。数年前までは10月の時期に行われ、マリンスポーツの体験を行っていたことがあった。現在ではタクシー研修が行われている。夏季休業中に、 2年生が職場体験実習、インターンシップを実施している。近隣の企業に数日間社員として勤務する。このインターンシップをきっかけとして企業に就職する生徒もいる。代表の教師、生徒、保護者が集まり、議題に沿ってそれぞれの意見を話し合う会議が年に一度開かれている。毎年3年生が卒業政策の一環として行っている。 課題研究の発表会。卒業間近の1月下旬に行われる。課題研究は10人ほどのグループに分かれて作品を制作するなどしている。ピタゴラスイッチや建築模型などユニークな研究内容が多い。地域住民にものづくりの楽しさを知ってもらうためのイベントとして2009年から毎年12月に開催されている。開催場所はマーサ21。 一角、各コーナーごとに参加人数が決められていることもあり、体験コーナーは、午前、午後ごとに参加者の名前を用紙に記入して参加するところが多い。クリスマスシーズンということもあり、クリスマスツリー制作などの体験コーナーが特に人気である。光るクリスマスツリーの制作、電子化、小物入れの制作、建築化、ドラえもん列車乗車体験、自動車化など、 吹奏楽演奏、吹奏楽部、学校紹介ビデオ上映、放送部パフォーマンス、書道部、自転車競技部など、建築模型、建築家フォトパネル、写真部、各科の紹介パネルなど、ギフチャン製出演宣伝 PR、放送部クリスマスイルミネーション、電子化、進路相談コーナーなど、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。